ソ負け、楽天バーンだっぷん。二度と試合見ねえわ。石井、やめろ。なんだ、この残塁、クソ打線。昨日から打線ひどすぎでは？浅村やる気ないなら引退してえぞ。岡島が一人で頑張ってるの、見てなんか思わねえのかな周りは。やる気を感じない。早く、石井やめろよ。先発も、さあゆるゆるローテ組んでもらって、この手いたらくとか舐め腐ってるよね。週末の西武戦もずっこけて、最下位転落やな。どうすりゃいいんだ。このチームの打者は、ほんと誰一人として、魅力ねえはなんなんだよこいつら。交流戦4カード勝ち越しの流れをここまで綺麗にぶち壊せるのある意味才能じゃない？先発とかいう5失点して、帰っていく奴ら。嫌な交流戦の終わり方やったな。まあに期待外れって、散々言ってきたけど、それすらできない奴しかいねえよ。相変わらず、無職しかいない、チーム。単純に他球団と比較して、球遅いよねリリーフも。楽天イーグルスが、最弱王の称号を手にした。